こんにちは。じゃあね、次元ゲームやってみますよ。行きます。よし、お、やった、ゴールするぞ、ゴール、やった、はーい、なんかゲット、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 いいね。ちょっと歌詞を変えてみましょうか。ちょっとこっちに移動して、この鉄のアートもやってみよう。これね、これ10円入れて、これでキャッチするという。お、どうだ、ダメか、あ、ダメか。これキャッチがね、どうしたらキャッチになるのかわかんないですね、いまいちね。あー、全然出ない。これはね、難しい、わからない。そういうことなんで、スゴロクをしよう。スゴロク、スゴロク。スゴロクにします。はい、6、6ね、6、12で、あー、アウトじゃ、なんかアウト連発。なんと撮影してなかったんですけど、これ撮れましたよ。これ永久ライセンス、これね、2点いただきました。はい、撮りました。一応ね、この4点とこの赤いのが4枚撮ったんで、合計8点ですね。今日はそんなところです。駄菓子屋ゲーム、ついにこれもやりました。26点で、これが取れたよ。4点ですね。いやー、これね、なかなか難しかった。でもね、これは完全にね、鉄腕アートもですね、これウランちゃんがいて、これは権利的に OK なんですかね。これもゴールしましたよ。はい、2点もらいました。2点、ゴー&バックも攻略。はい、帰ってきました。笠岡のシーサイドモールでゲームね、1000円分くらいやったかな。あのこう紙コップにいっぱいの10円玉を全部使ってきてね、だいたい100枚ぐらいやったと思うんで、そうですね、1000円はやったと思います。で、いただいた景品がなんかとんがりコーンね、結構いいもんもらいましたね。それから、昔懐かしい、もろこし太郎ね。これね。これ。で、もう一つ袋もらいました。とんがりコーンがまた入ってると。これ二つだけで随分得したような気がしますね。あ、懐かしい。キャベツ太郎。こういうのもくれるんだ。で、ベビースターラーメン。これを、お湯に入れてラーメンだとかやってた少年たち。ラーメンならないよ。まずかったろ。で、あとは、あ、うまい棒ありますね。うまい棒1本いただきました。それから、ハイチュウのなんとか味。で、そのまんまグレープっていう体に悪そうな合成着色料べっとりでね、子供が喜びそうなやつですね。ということで、今日の、これね、戦利品は、こんな風になりました。こんな。ね。はい、ありがとうございました。それじゃあまた次回もシーサイドモールで会いましょう。